はい、船橋くんチャンネルです。今日は Z33 の制作で、前回はヘッドライトを FRP でダミーで作るっていうねことと、まあバンパーをちゃんとつけましたと、まあ修復してね、それはまあ出来上がったわけで、今度はまあもうドリフトにすんのにね、まあどんどん進めていかなきゃいけないんで、その関係でシートフル化けやってきます。まあどうなんでしょうね、別にまあフル化けをつけるだけだったらまあそんなに苦労もないような気がしますけど、まあでもなんかちょっとね大変だったような話は聞いてるんで、じゃあそれをねちょっと一緒に見ていきたいと思います。行ってみましょう。はい、今日もね船橋 Z やっていきますよ。今日は、まあ、見て分かる通り、はい、バケットシートつけますよ。シートレールを某オークションで落としてもらったんで、まあ、それとあとシートはうちに余ってたやつね、TRD ですね。助かるね。TRD フルバケね、つけますよ。緑ですね。赤に必要だよ、クリスマスですね。つけていきます。じゃあはい、時期違うけどね。まずね純正シート外していきます。触ってみるとサイドブレーキ出ます。後ろ側に止まってるだけなんですね。外していく感じですね。あ、シルビアと一緒だったら4箇所取るのと、あとは配線取ればまあできるって感じなのかな。どうだろうね、なんか現代車になればなるほどなんか面倒くさそうな気がする。これはシートベルトのキャッチのカプラーがつながってる。じゃあシートはとりあえずノーマルです。レールにシートをくっつけたり、シートベルトのキャッチを移したりしておりますね。こちらな。さあ、フルバケのシートってさ、つけるのそんな大変そうじゃないけど、実はめっちゃ面倒くさいでしょうかね。時間かかるし、これね地味なんだけど大変。これね、なんて言えばいいんだろう、例えばお店に任せる作業じゃなくて自分でやった方がいいんだけど、結局なんだろうな、お店側からしてもねあんまりメリットない作業だし、時間ばっかめっちゃ取られるし。穴違わない。丸りました。穴違わない。こっちに穴合わせるとこっちね、2箇所空いてるの、うん、どっちも合わない。どっちも合わない。なんか全体を緩めて、どうしようかな。長穴かな。長穴か。市川さんはね何でもできるから、うん、ちょっと考えます。大丈夫大丈夫、はい、解決しました。こんな感じね。じゃあ押して合いますね。バラになったの。何で解決したのか。ブラケットがさ、こうオフセットされてるんで、これ左右入れ替えるとこれこう反対になるんで、それでこうピッチが合うようになったんでね、解決しました。じゃあこれでつけていきますね。ね、なかなかすんなり言えませんね。いやよし、まあ、サイド止めって、ね、特にめんどくさいんだよね。だからサイド止めじゃなくて左右がもうレールつながってるタイプだと、割となんだろうな、そんなに細かくなんか気に使わなくてもいいんだけど、まあ、その代わりねサイド止めの方がフルバケを低くマウントできるんで、そっちの方がねモータースポーツ的にはメリットがあるのかなっていうのと、あとそっちの方が軽いかな。いやー、この地味な作業ね、早送りにしてみければ面倒くさいよ。さあ、ノーマルの半分以下なんじゃないかな、重さ。Z の中でもね、これはグレード低い方だから、そういけどな。だけど、自動のね、パワーシートついてるやつとか、かなり、え、何これ、おすすめ電動ドライバー、そんなのがあるんだ。電動ドライバー買ったこと今までないな、俺。電動ドライバーってすごいね、まあ、どんだけ偉いのっていうような、俺の中では工具だけど。
か作業量が多い人はね、絶対俺なんか全然大した作業してないから。で色を移植する。4点シートベルトまではこの車は当面なしでいいかなとは思うから、まあこれはありがたいね。あの4点が最終的にはね絶対モータースポーツで必要なんですけど、でも今の時点ではね、まあ、お手軽仕様でいきたいんで、このシート形が面白いな。なんか太もものサポートはあんまないけど、なんかなんていうの、脇腹はめちゃめちゃ支えますみたいな形状なのかな。でもなんかヘッドレストあたりの頭の位置がちょっと後ろに下がってるから、ヘルメットかぶる前提だよね、作りが。ヘルメットかぶれば頭押されちゃいますからね。どうしたの？もういい感じかな？完成。おお。もうちょっとですね。低くなると思ったんだけど。そんなに低くして。結構低くできる限り。間違えた。車を一番高くしたんだ。あれですね。おお。直して。なんかね、これ車、はい、外から調整しておきます。運転、はい、お願いします。これね、車を外から見た時に、シートつきました。人がうずもれてるの好きなんですよ。クリスマスカラーいいですね。クリスマスですよ。いいかね、このシートね。結構こう、これは色あんま好きじゃない、があっていいんですよね。あんまないですよね、この TRD のシートなんてね。あともうちょっとね、やっぱ座高低くなるといいんですけどね。このシートレールがね、セパレートでもうちょっと低くないかなと思ったんですけども、あんまり低くならなかったですね。目いっぱい下げてもそんなにシートポジションが低くならないですね。はい、まあまあいいんじゃないのかね。よし、以上です。おー、いや今日もお疲れ様でした。どうでしたでしょうか。フルバケってね、ほんとなんだろうな、人にやってもらう作業じゃなくて自分がやるべき作業で、あんまりね、好みとかもあるから、もう乗る人がねやった方がいいんですよね。まあこんな感じで、で次は次回はね GK テックで切れ角を上げるっていうね、私ねすごい言ったんですよ、切れ角は欲しいと。やっぱ切れ角はないと乗ってて辛いんで、まあ次回はねそこら辺やってきますので、お楽しみしてください。多分これが一番興味ある人多いんじゃないかな。GK テックご期待いただければと思います。また明日の夜9時にお会いしましょう。今日は以上です。チャンネル登録よろしくお願いします。